柿谷選手大好きカッキーです。本日はですね、浅野拓磨選手をね、パルチザンが訴えるのではないかっていうようなね、ちょっと物騒な記事を見つけたので、そちらを紹介させていただきます。ちょっとこちらトースポさんになっちゃうんですけれども、見出しの方がセルビアパルチザンがさっき途中退団した浅野拓磨への訴訟を準備となっております。セルビア一部パルチザンが、さっきシーズン途中に退団し、今季ドイツ一部ボーフム入りした日本代表フォワード浅野拓磨への訴訟準備を整えたと地元メディアが伝えているとなっております。さっきセルビアで、大活躍した浅野はパルチザンの給料未払いなどを理由にシーズン途中の5月に退団。一方的かつ突然の出来事にクラブ側は猛反発する中、浅野は6月23日にボーフムと電撃契約。現在は新シーズン開幕に向けて準備を進めているが、パルチザンはかねて訴訟の可能性を示唆していたと。同メディアによると、ミロシュ・バスラ GM は浅野らに対する訴訟に向けて連日クラブ内で会議を行っているとし、私たちは弁護士と話している。弁護士は私たちにとって非常に前向きに終わらせられることができると考えています。弁護士は訴訟がうまくことを保証している。ちょっと翻訳ね、変な感じしますけれども、まあそういったコメントをしているとなっております。同メディアでは具体的な訴訟内容などには触れていないものの、契約違反となった浅野への制裁と契約したボーフムに補償を求めるものとみられている。対する浅野サイドは、かねて給料の未払いや家賃負担などの約束はなかったとし、正当性を主張しているが、果たしてどんな決着となるのだろうかとなっております。本当ね、かねてからね、ずっと問題になっていたことで、まあ浅野選手がね、ボーフムに移籍したことで一段落したのかなと思ったんですけれども、パルチザンの方はね、まだちょっとこれを見た感じだと、まあ怒りが収まっていないのかなというふうに感じます。もともとね、まあ噂レベルでありましたけれども、浅野選手はね、まあ4大リーグとかそちらへのね、ステップアップをまあ目標としていたのに対し、まあ活躍も実際今してましたしね、リーグで。でそれに対してクラブ側は、まあ家賃というか、まあ給料も未払い、そして中東の方にね、浅野選手を売却して、その移籍金でまあ浅野選手へのね、給料未払い分を支払おうとか、そういうことをするんじゃないかなっていうような噂もねあったので、それを考えると、もしこれが本当であればね、とてもじゃないけどパルチザンを擁護できる部分はないんですけれども、ただ実際浅野選手自体はね、シーズン途中で退団強制的にしてしまいましたので、自分である意味、まあ捉え方によっては自己都合というふうにも捉えられますけれども、ただ多分売却されるね、恐れだとかそういったのもあったでしょうし、まああと多分ずっとね、クラブ側に訴えていたのに取り合ってもらえなかったとか、実際に給料自体ね、まあ、金銭が未払いっていうのは非常に問題ですし、根本そこですからね、それさえなければ、ちょっと変わってきたんじゃないかなと個人的には思うんですけれども、信用を失うにはね、十分ですよね。いくらチームで活躍できたりしてても、そういったところでね、金銭のやり取り、この辺で誠実さを欠けるとどうしてもね、信用自体は落ちてきてしまうので、その辺はね、浅野選手に同情の余地があるのではないかなと思うんですけれども、法的立場から見ると何とも言えない状況ではあると思います。なんかね、浅野選手が話すには、給料の支払いがあった時も、まあドルとかユーロだとか、なんか金、なんだろう、もうその辺がぐちゃぐちゃになったりして、もうどうなってるんでしょうね。これってどういう意味になるのかな。あんまりよろしくないお金の、なんて言うんですか、回し方をしてるのかなとか勘ぐっちゃうんですけれども、まあそれでもね、この辺がどういまた何て言うんですかね、クラブに対する、まあ、反発理由じゃないですけれども、まあ、信用を失ったとかね、そういったところにもちょっと起因してくるのかなと思うんですけれども、どちらにしろね、パルチザンっていうクラブが、まあ、給料未払いっていうのは当たり前の国なんだなと。ただ実際ね、国とはクラブなんだなと。実際どうなんでしょうね、浅野選手だけだったのか、それとも他の選手もあったのか、はたまたね、やっぱり日本人だとかアジア人だっていうところで、まあそういったところをね、ちょっと後回しにされたとかね、いろいろ勘ぐりたい部分はあるんですけれども、実際他の選手がね、給料の支払いとかどうなってたのかもちょっと気になるところです。実際他の選手のね、話が上がってこないんですよね、いろいろ記事探してても。他の選手が、まあ、記事があったとしても浅野選手に対して残念だとか、そういった程度しか見つからなくて、
この辺ね、なんかクラブで徹底して観光令でも敷いてるのかわからないですけれども、なんか透明性がねあんまりちょっとないというか、そのあたりも気になるところではあります。実際ただね、移籍先がドイツのボーフムっていうところで、もうドイツのクラブといえばね、もう健全経営っていうのがイメージ強いですし、実際ねドイツのクラブっていろいろ移籍金とかもあれですけれども、確かね自分のところの所属クラブの、まあ、ユースだとかねの選手とかを必ず何名までとか、そういったねいろいろ制限があるんですよ、クラブをうまくというか、まあなんだか健全に回すためにというか、そういったところでいろいろ制限もあるようなクラブなので、そういったね、まあブンデスリーガのクラブが、まあ、獲得にまで踏み切ったので、それだけね、まあ、浅野選手が評価されてるっていうのもありますけれども、実際に法的な面から見ても十分ねボーフムからすれば、まあ、パルチザンに対抗できる問題ないっていう判断をしたからこそ獲得したと思うんですよね。なのでこれからボーフムが、まあ、どういった対応を取るか、あとは要は FIFA とかそのあたりですよね、国際連盟だとかそういった司法裁判所みたいのがどういった対応をするか、もともとね東欧のクラブって、まあ、給料の未払いであるとか、あんまり待遇がねよろしくないだとか、そういった噂はね絶えないんですよね。他にもね東欧にいた選手で松井大輔選手とかね、他の選手とかも東欧ではこういうのが当たり前、まあ、あとは差別的なものも当然あると、まあ、それは東欧だけじゃないとは思いますけれども、それでも給料未払いとかは当たり前、そしてサッカー抜きにしても東欧っていうのは治安がね非常に悪くて、まあ、ぼったくられやすいだとかね、そういったことも他のなんか旅とかをしてる YouTuber のね動画で私も見たことありますし、タクシーなんか乗るとき本当要注意らしいですね。で他にも例えばブラジルとかね、あのあたりももう赤字経営とかしてるのに、まあ、全然クラブに対する制裁がなかったりとか、給料未払いとか、そのあたりも選手がもう当たり前っていう風にして受け入れてるぐらいなので、難しいところではあると思います。実際ねブラジルの選手とか、まあ、東欧の選手とか日本に来ると本当に驚くらしいですね。借金がないし給料はもうきっちり必ず漏れなく払われる、でそれなのに、まあ、日本の選手が東欧にねとか、まあ、ヨーロッパに移籍する、まあ、ブラジルとかになんで移籍するのみたいな、そんなことする必要ないじゃんっていうような、ね、声が上がってくるぐらいなので、よほどねあちらの環境は、まあ、ちょっとよろしくないのではないかなっていうのは伺えられます。このあとねまた裁判というか、まあ、問題の方がね進んでて裁判になるかもちょっとわからないですけれども、まあ、パルチザンがねこのまま収まるとは思えないので、クラブとしては、まあ、セルビアでもね、一に争うようなクラブでプライドもありますし、それをね、まあ、ちょっと苔にされたような気分ではあると思うんですよね、パルチザンからすれば。ただ、自分らに非がないともう完全に思い込んでるので、そのあたりが怖いところではあるんですけれども、実際ね、国際舞台に立った時に、まあ、その理屈がね、自分らは正しいっていうのは正当性っていうのが、どこまで通用するのかは非常に見ものだと思います。今後のね、日本人の移籍だとか、またはそれ以外のね、選手というか国の人たちとかね、これから東欧に行こうってする人たちからしても非常に興味深いというかね、参考になってしまうようなね案件になると思いますので、引き続きこちらに対するね記事とかが出れば紹介させていただきたいと思います。今回の動画とかね気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。